はいどうも、三の物語のバナナです。皆様ですね、こちらポッキーとプリッツの違いはもう皆様わかる、すぐわかると思うんですけど、これをですね、お菓子のことを全く知らない人に聞いたら、トッポ、プリッツ、ポッキーってもう全く違う何かが生まれると思うんですよ。今回ですね、お菓子を全く知らない人にトッポ、ポッキー、プリッツとは何かを聞いたらどうなるのか検証しましたので、ご覧ください。逆にするや、うん、逆にしたかもしれない。6歳ことやったな俺は。なトッポとは何でしょう。トッポ、トッポ、トッポイチってちょっとこうやって飛んだやつのことトッポチだから、トッポイを今風に言うと、あいつちょっとトッポだな、とか違うかな。じゃあトッポの絵を描いてください。絵、はい、トッポの絵、はい、トッポに絵があるの。トッポな、これどういうものなんですか、トッポは。だからちょっと宇宙人っぽい、ちょっとあの世へ行きかけたような親父さんみたいなもう人ですね。プリッツを教えてください。プリッツ。あ、プリッツはこういうプーと長いやつじゃないかな、はい、あのスティック状の。でプリッツの絵を描いてください。そう、プリッツの絵は簡単ですよ。バタープリッツっていうのがあるが、これはチョコプリッツで、黒いとこがチョコレート。あ、これチョコプリッツです。そう。ポッキーの意味を教えてください。ポッキー、ポッキーは、こういうふうに長いので、こうやって、噛みながらポキッポキッと折れるから、ポッキーっていうネーミングにしたと思う。で、ポッキーっていうのはこういう細長いもんですね。そうやってみるとトッポも歌詞なんかな。ネーミングで、片方はポキーだけど、プリッツは、なんだろうな、プリッ、プリッとこう、折るから、プリッ、プリッ。トッポは、今考えたら、小さい、こう、お菓子だな。あの、タコの形したやつだとか、魚の形したやつで、トッポ。トッポ。いろんなタコとか、イカとかあるけど、これは魚。これトッポですね。トッポですね。トッポかポッキーかプリッツのどれかを渡しますので、うん、それがどれかを教えてください。これですね。あ、これプリッツ、これプリッツ、プリッツ、プリッツ、それがトッポです。あ、トッポもこんな形。